素行が悪いジャニーズメンバー参戦、小山慶一郎。先日、AAA の宇野美沙子と結婚を発表したが、過去にはスキャンダルを起こしている。2019年に小山が旅館を貸し切り、30人の女性とランチ騒ぎをしている様子を録音した音声データが SNS で流出。また、2020年には同じくニュースの加藤シゲアキと共に、未成年女性に飲酒させたなどで活動を休止、当時ニュースキャスターを務めるなど、真面目な印象だっただけに大きな反響を呼んだ。岩本照。2014年にファンに暴行をし、怪我をさせている岩本照。付きまとい等の被害に遭っていたゆえにだそうだが、手を出したことで問題視された。また、2017年には未成年と飲酒していたことを週刊誌が報道。グループが人気を得てこれからという時期でもあったため、ファンから大きなバッシングを受けた。伊野尾慶、もともと適当イケメンというイメージがあるように、スキャンダルも多い。2016年6月に、セクシー女優の飛鳥きららとの密会が報じられると、12月には TBS のアナウンサー、宇垣美里と共に、自宅マンションに入る様子が週刊誌に掲載。さらに、なんと同じ雑誌で、フジテレビアナウンサー三上真奈が、伊野尾のマンションから出てくるところが報じられ、二股疑惑によって、そこ